郡山市にはご当地ラーメンがある。その名も郡山ブラックという醤油ラーメン。見た目は黒いがあっさりとした味が特徴。そのルーツを番組で探っていくと、え、これやっぱ郡山ブラックっていうこの黒いラーメンを出そうと思ったきっかけってあるんですか？小さい頃にやっぱよく父親とかおばあちゃんに連れてってもらった、うん、浅香国津湖神社の近くにあった増屋文天さんっていうのがあるんですけど。言ってた、はい、ご主人にとって増屋文天さんってどういう存在ですか？これからも増屋文天さんを起こすラーメン屋さんはできないでしょうね、はい、2002年に閉店した増屋文天の醤油ラーメンがルーツだったのです。今回も郡山ブラックを食べ続けて20年以上、これまで2000杯以上を食べた郡山ブラックマニア高田博文さんと一緒にラーメン店を巡ります。高田さんの郡山ブラックにかける情熱は全国放送でも紹介、ラジオで魅力を伝えたり、郡山ブラックの怪獣フィギュアを作ったりと、郡山ブラックを広める活動に貢献しているんです。私も郡山ブラックも大好きで、プライベートでも結構食べに行きますね。美味しいところいっぱいありますんで、また行きましょう。結構でももう行ってるけどまだあるんですね。まだあります。まだある。じゃあちょっと高田さんによると、現在郡山市内には郡山ブラックを出すお店は22軒。今回新たに紹介するお店はこの元祖郡山ブラックとつながりがあるのでしょうか。郡山ブラックマニア高田さんがおすすめする1軒目は、郡山市並木に去年3月にオープンした麺屋翔華。おすすめポイント、はい、高田さんお願いします。マニアのここがうめんだ。うめんだ。行列店の最新ブラック。行列店の最新ブラック。まだオープンして1年ぐらいしか経ってないんですけど、毎日行列です。この行列店が去年の10月ぐらいに黒そばっていう新しいメニューを出したんです。いろんな香りが楽しめます。ちょっと香りを注目していったらいいってことね。そうです。行列のできるお店の郡山ブラックがこちらの黒そば。その気になる香りは、あ、めっちゃ香りうまもん。フライングうま出ちゃったけど、ちょっと香りいただきます。あ、コシを効いてる。でもガツンと一発目いった後、その醤油の香り、確かに最初コショウのガツンっていう口当たりパンチあるけど、その後めちゃめちゃ優しいね。綺麗に麺だ。綺麗ね、これ。この折りたたみか、これ。ね、綺麗。うん。また色が変わった。また。いや、麺うまいね。麺の香りよくないですか。うん。小麦の香りがするってこういうことか。スープの味に麺が負けないってすごいですよね。うん、胡椒でまず香りを楽しみ、胡椒プラススープで香りを楽しみ、はいはい、胡椒プラススーププラス麺で香りを楽しみ、うん、だんだん香りがプラスされてって、すごい美味しいですよ。プラスプラス言い過ぎてよく分かんなかったけど、うん、さて、翔華はなぜ郡山ブラックをこれ出すきっかけ何だったんですか？本当は、うん、富山ブラックみたいな、なるほど、どぎついようなすごくしょっぱい醤油にしたかったんですけど、富山ブラックとは富山県のご当地ラーメンのこと。もともと肉体労働者の塩分補給にと濃い醤油ラーメンにしたと言われています。試作の段階で食べた終わった後に、なんかすごく喉が渇くのって嫌だなと思ったので、はい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 、そこでご主人の吉田さんがたどり着いたのが、あっさりとした黒そば。このスープは比内地鶏をベースに3種類の地鶏をブレンド。弱火で長時間煮込み、旨味を引き出したこだわりのスープです。そこに綺麗に折りたたんだ麺を投入。さらにバーナーで炙ったチャーシューをトッピング。
食欲をそそる一杯です。いい香りもいいですよ。またプラスしてください。チャーシュー破って香ばしさ半端ですね。ここはちょっとまあ確かスープも美味しいけど麺のインパクトがすごくあった。本当に香り高いし、ただこれだけじゃないんですよ。太麺もあるんです。太麺もあるの？太麺もある。黒そばは注文時に細麺か太麺のどちらかを選ぶことができるんです。早速その太麺を。あっ、太麺めちゃめちゃ太いっすね。そうですね。今度は縮れて、はい、あ、全然違うイメージだよ、もう見た目が。麺揚げた時の香りすごいっすね。うわ、ほんと、ね、確かに。いや、うまこのもちもち感すごいっすね、弾力、ね、食べ応えある。麺が太いと、よりスープを引き上げる力と、その黒胡椒をまとわりつく力と、麺自体の香りと相まってまた違う風に。確かにそうですね。ちなみにどっちが多いですか、お客さん。がぜん細麺です。あ、そうなんだ。あー、なるほど。確か細麺の方が食べやすいですよね。うちのスタッフはみんな太麺が好きです。最初はあの細麺だけで提供しようかなと思ってたんですけど、まあ、かみさんがうち太麺あんまないから太麺もやろうっていう。だから太麺と細麺で何回もこの通う楽しみってありますね、うん、なるほどね、そういうことか、うん、いや、これはぜひ皆さん一回ここに足運んでいただいて、本当心から太麺か細麺か悩んでほしい。麺屋商家は現在臨時休業中、近日営業再開予定ですのでご期待。続いて郡山ブラックマニア高田さんがおすすめするお店は郡山市八坂町にある昼風呂屋。こちらは夜は居酒屋を営業していますが、平日のお昼限定でラーメンを提供しているんです。おすすめポイントお願いします。行ってみます。郡山ブラックマニアのここがうめんだ。三種のブラック、三種のブラック。面白いことにここのブラックはなんと3種類。ちょっと待って、ここに来て3種類だの。種類これ流れ的にさっき2種類言ってるからね。そうそう、気になるもんね、何が違うのか。味見したいですね。3種類のうちまず1つ目がこちら、浅香のブラック。それちょっと香り嗅いでみてください。あ、これはまた今までと全然違う。ガラッと違う。魚介を使ってるですね。揚げ玉、また特徴的ですね。これは初だな。うん、うまい。魚介の香りめちゃめちゃまとわりついてくるね、麺に。抜ける時の香りすごくいいですね。なるほど、これやっぱ揚げ玉乗ってるから若干こう日本そばの雰囲気もなんかあるよね。なるほどね。ブラックの個性もそうやけど、ご主人もやっぱ個性あふれてるよね、もうね。かっこいいですよね。かっこいい。さて、昼風呂屋はどうして郡山ブラックを？定番が浅香のブラック？はい。これなんかネーミング由来はあるんですか？浅香のブラックは、私生まれも育ちも郡山の浅香町で、はいはいはい、浅香にこだわりたいっていう。ご主人の木村さんは独学でラーメンを研究し、15年前に浅香町の名物になるようにと、カツオなど魚介の節系浅香のブラックを生み出しました。3種類のブラック、残り2つは3種のブラックってどういうことなんですか？これ今食べていただいて、魚介がメインのブラック、これが浅香のブラック。鶏のみのブラックバードと、豚と魚介と背脂、第3のブラック、はい、いや3つもあんの、楽しみ増えますよね。やっぱこれブラックにご主人こだわりあるんですか？やっぱ郡山って言えばね、ブラックですよね。その2つ目、鶏のみを使ったブラックバードをいただきます。全然味違う、まろやか。
なんかちょっと定番に近いですよね、この見た目黒くてもスープ濃そうでもあっさりとした、ね、王道的な感じですね。王道的な、確かに氷はブラックの感じします。いや、このスープはどんどんいっちゃいますね。そして最後3つ目は豚、煮干し、背脂を使った第三ブラック。いや、また全然味違うわこれ。ほんと厚みが出ません、味に。なんだこれ、一番コクが強いかもこれ。豚の旨味もすごく感じられるし、そして魚介の美味しいところもすごく感じられる。いや、第三一番旨味深み感じるな。それぞれやっぱ個性があって、見た目はパッと見変わんないけど、で全部やっぱどれも試食なれる感じした。あとはまあわしも黒マニアなんで。うわ、ちょっと待って、これポジション入れ替わってんじゃない？